地球ゴージャスいつも楽しく拝見させていただいてたんですけど、自分が出れるんだとすごく楽しみだったのです。それでちょっと言葉が変ですけど、すいません、バカボンのパパみたいになってますなのでそれで地球ゴージャスに自分が出るとしたら、想像していたのはやっぱりすごく勇ましく戦ったりするそういう感じかなとか勝手に想像していたんですけど、その予想をさらに五郎さんはその先で裏切ってくださり、罪を抱えたミステリアスな女をさせていただきます。はい、ね、はい、どんな感じになるのか、いや本当に楽しみです。いつも本当にいい笑顔なんですね、レオンちゃんと会うと本当にまん丸で、まん丸はいいよ、もう目口ニコみたいな、これをこの裏に潜むものをちょっとグリッと今回の作品では、もちろん地球ゴージャス大コメディでございます。いろんなふざけ方します、レオンちゃんもね。この度はその子流れ着いたカッパの役ということで、僕自身もその役作りのために、この1月から、電髪を行い、頭頂部の毛をできるだけ少なくしていく方向で考えております。僕自身そのカッパというものにまだ、馴染みがありませんし、幼少期に童話で、拝見したりとか、絵本で読んだりしたぐらいですので、まだ役作りの部分では至らないところも多いかと思うんですけれども、できるだけ今後、アーティストとして活動する部分もありますので、手に水かきであったりとか、そうですね、体を水色に塗ったりとかっていうことはなかなか難しい部分がありますが、できるだけそのキャラクターである与えられたカッパという役、全身全霊で受け止め、できるだけ役に近づけて魂をカッパに、命がけでカッパをやっていこうというふうに思っています。西川君、はい、はい、カッパ秘密なんだけど、とにかくアトラス役という、アトラスという役をやらせていただきます、新田真剣佑です。ため息かね、どんな役なのか、ほらカッパじゃないことはもういいよ、カッパ離れて。唯一あれですよね、恋愛要素のある役だと聞いております。めちゃめちゃ踊ります、歌います、歌います。私は今回、地球ゴージャスさんでは初めてのダブルキャストということで、はい、この後多分ご紹介がある花澤香菜さんと一緒に、同じ役をやらせていただきます。お嬢様で、男の人を虜にしちゃう、そしてちょっと二面性のあるような、みんな過去にいろいろなことがあった人たちがこう集まっているんですけれども、その中でも一番ちょっとギャップがある役ということを五郎さんから教えていただきました。普段はアニメの声優のお仕事を、させていただいております。アニメーションでは動くキャラクターと二人三脚で、いつもやっているんですけど、今回はこう、自分が表現するっていう、本当に、ドキドキするんですけど、でもこの素敵な皆様と、あとスタッフの皆さんもすごい素晴らしい方たちなんですね。なので楽しくならないわけがないと思っております。ぜひ、頑張りますのでよろしくお願いいたします。今回も、1年今年は積んでますから、そのエネルギーをね、来年ぶつけてすごいパーマにしたいと思ってますけども役どころとか役どころ、はい、どんな役なのか、何か冊子のようなものを、うるさい、冊子っていうな、いただけないでしょうか。冊子じゃなくて、ページ数か書いてる、勘で言ってください、勘で。勘ですか、大体多分キムっていう役ですね。合ってます、合ってますか、はい。多分、漂流した中のメンバーの中で、何ですかね、一幕は割とツッコミ担当なんですかね。そうですね、ツッコミ担当って、ツッコミとかボケとかそういう表現やめてもらえますか地球ゴージャス結成当時、寺脇康美と1本目に作った作品は、本当に何もない単純なこういう空間に舞台を作って、平台作って、ビール瓶で客席を作って、入り口から全部劇場自体を改造して
作りました。それが非常に小さな200人ぐらいしか入らない小屋で2ヶ月半以上のロングラン公演をやったという、そんな思いがあり、またこのボリューム15でちょっとそんなところにも立ち返りたいなという、もう一回ゼロに戻して作品作りをしてみたいなっていうのと、今回の流れ着いた島、何もない島で色のない色彩のない島です。その謎は物語で解けていくんですが、その島に流されてきた大きな船が沈んで流されてきた者たちは実は選ばれし者たちであった。おそらくこの登場人物たちがこのゼロトピアという世界をユートピアにしていくか、ディストピアにしていくか、この出演者たちがおそらく決めていくことだなと。いつも演劇でたくさんの挑戦をしています。でもそれ支えてくださっているのは本当に皆様たちなので、今後も地球ゴージャスよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お願いします。お願いします。